皆さんこんにちは、テレビアニメボールルームへようこそ。藤田忠役の土屋慎馬です。皆さんこんにちは、赤木雅樹役の富田健太郎です。そして今回僕たちを指導していただく先生がこちらの方です。 JDSFPD 所属の北牧正文です。 JDSFPD 所属の田村直子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてこの講座は全24回アニメのオンエアに合わせてお届けしていく予定ですが、今回もこの講座を通して社交ダンスの魅力をお伝えできればと思います。はい、前回はドラッグヘジテーションをレッスンしましたが、先生今回はもっと難しくなりますか？今回は少し楽しいのかもしれません。おいよいよあの見たことのあるあれがあれが教えていただけると、はい、ちょっとテンション上がってきましたね。そうですね、うん。それでは今回のレッスン内容を発表していただけますでしょうか？はい、お願いします。はい、今回はスローアウェイオーバースウェイです。今回はあれでしたね。あれでした、はい、スローアウェイオーバースウェイ、はい、スローアウェイオーバースウェイでした、はいはい。まあこれはすごくあの総合的に体を使うというか、はい、まあ、体にまあきますよね。筋肉がメキメキミキミキとなるような、はい、なるほど、はい、やっぱね、美しい動きにはそれなりの負担があると。そうですね、努力すれば綺麗に見える。それでは今回もまず先生のお手本を見ていただきます。という感じなんですが、いかがでしたでしょうか？いや、なんかやっぱ間近で見ると、うん、あのこの何動きの大きさっていうか。そうだよね、あのさ本当にメキメキ言うくらい大きくしなってるから、うん、自分たちにできるのかってちょっと心配になりますけど。いや、めちゃくちゃでもやっぱ綺麗でした、うん、ありがとうございます。さすがでした。さすがでした、はい、先生こちらポイントや意識した方がいいことなどありますでしょうか？あの回転を終了をしてから、はい、スウェイを変える、やっぱり動作の順番っていうのに気をつけていただいて、はい、まあ、ながらで全部やってしまうと、はい、まあ、リードの伝わりにくくなりますので、そちらの方に気をつけていただいて、はいはい。それでは今回もレッスンをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前の、続きからいきます と、前ドランクヘジテーションというね、本来であればこの時にまあ体重を移し替えるんですけれども、はい、続行の足をスローアウェイオーバースウェイにしたので、はい、今右足の上に乗っています。うん、はい、右足の上に乗ったところから左足を後ろに下げて左下がり、はい、顔が右の方から左の方へ、はい、でそこから体を左へ回しながら左下がりのまま左足の上に乗っていきます。で向きをここまで回した後に傾きを左下がりから右下がりに変えていく。で顔が左から右へ、右足に体重乗っていて、で右向いて、はい、で、左足を後ろに下げた時に左下がり、で顔が左です。で左下がりのまま右足から左足に乗り換える時に体が左へ回ります。左下がりのままで向きを変えた後右下がりで顔が右へ、はい、なるほどです。はい、この状態でこうですね。でまだ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 ここからこっちですね、はい、うわー、背中がくる。右に乗っている左足をそうやって出したらまだ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 そこで傾きを変える。でこの時にここら辺見るような、う少しごめんなさい顔が、そうですね、はい、こんぐらいか、そうです、ね、こういう送り方をするといわゆる表現力があると。なるほど、はあ、さあということで今回もレッスンが終わりました、はい、富田さんどうでした？メキメキ言っております。言っております、プルプル言っております。いやね、本当にやっぱね難しいけど、綺麗に見せるのが難しい。難しいです、はい。さて先生、いや、き
つかった腰がね、ですね、もう一度今回のポイントを復習したいんですが、はい、今回のポイントは、体を回転させる、そしてスウェーを左から右へ変える、はい、これをしっかりと、体全体を使って行うことがポイントです。綺麗に見せれるようになりたいね。頑張りましょう。よし、それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の社交ダンス講座もお楽しみに。せーの、バイバイ。